西口成田駅は千葉県成田市花崎町にある東日本旅客鉄道成田線の駅である。駅番号は上35。成田線は桜駅から佐原駅、銚子駅方面への本線と成田空港駅への支線及び阿孫子駅方面への支線が当駅から分岐する。当駅は4方向に線路が伸びているが、 いずれも同一路線という珍しい形態となっている。1937年の成田駅短式ホーム1面1線と、島式ホーム2面4線、計3面5線のホームを有する地上駅。4番線はホームのない通過線となっている。駅構内には複数の留置線を持ち、夜間などを中心に車両が留置されるほか、保線用施設もある。成田線は CTC 線区であるが、 当駅は運転取扱駅であり信号制御は信号国書にて行っている。1.23番線は千葉方がカーブしているため、1番線は上下7両以上、2番線は下り9両以上、3番線は下り13両以上の列車は駅員による乗降終了合図が行われる。駅員は ITV にて乗降状況を確認し、上り列車は手端、または 合図島にて、下り列車は、平日地気合付きにて合図を出す。コンコースは、協場となっており、成田山、新勝寺川の東口と成田ニュータウン側の西口を連絡する自由通路がある。直営駅であり、管理駅として、本線の九十駅、勝川駅、下宇佐神崎駅、安子市線の安敷駅、下宇佐松崎駅を管理している。駅舎内には、 緑の窓口、自動改札機、指定席券売機が設置されている。東口側の駅舎は1979年4月に完成したもので、デザインは成田山新勝寺に象徴される、新仰の街と国際色豊かな新空港を踏まえて、車寺建築風の表現にモダンさを取り入れている。具体的には神社風の趣を出すためにの聞けた高を高く、 屋根ひさしを大きく張り出し緩やかな R を持たせ、柱はエビッチャ、壁には鉄砲狭間を思わせる縦長スリットを入れ白色とし、色調にコントラストを持たせたものとしている。当初建設時は、正月波動の著しさに合わせ波動用、券売機、生産窓口、臨時収札口の設備が設けられていた。西口は、成田ニュータウンの造成や西口土地区画整理事業に、 合わせ自由通路設置の要望があり、1979年にできた自由通路及び階段により、出入りができるようになった。自由通路の工事までは、取り付け道路もない出現地であったため、成田市が道路を先行して施行し、工事用道路として使用して、工期内に施行が完了した。西口の1.2階部分は、成田市営の JR 成田駅西口駐輪場となっており、 1986年4月に完成した。西口へつながる自由通路の橋梁部分からは、成田市が管理している。2008年から2009年春にかけて、駅構内の大規模リニューアルを行い、団体専用改札や自動券売機が数台撤去された一方で改札内外に、冷暖房完備の待合室が設置されたほか、指定席券売機の設置や緑の窓口、 ビュープラザの移設、一体化が実施された。なお、ビュープラザは閉店している。改札口から各ホームへは、階段、エスカレーター、エレベーターで連絡している。東口には、階段はないが、西口の場合階段があるため、エレベーターが設置されている。共用時間は6時から22時までであり、自転車、オートバイは不可。改札口は、幅広の通路が1カ所あり、 校内及び東口には多機能トイレも設置されている。なお、5.6番線ホーム南側のトイレは職員用である。その他、連絡通路にニューデイズ、ビューアルテ、待合室が東口に成田駅前観光案内所、そば屋、喫茶店、コインロッカー、公衆トイレが設置されている。なお、スイカ専用グリーン券券売機はホーム上にはなく、 改札脇の自動生産機横に設置されている。以前は東洋メディアリンクス製で統一されていたが、現在ではすべてスイッチ製に変更されている。かつては地元のク原ハラが製造した駅弁が販売されていたが、2003年3月31日限りで校内営業から撤退した。店舗は三番線ホームの九十駅よりにあった。その後、土曜、休日や、 正月などに千葉駅で駅弁を販売している万葉県が出張販売していたこともあったが、現在では駅弁販売はない。2019年度の1日平均乗車人員は16,103人である。JR 東日本及び千葉県東計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。緑が植えられた成田駅東口前。 京成成田駅が隣接しており、成田山新勝寺の表参道入り口がある。また、駅前からの道を下ると、成田市役所と国道51号へとつながっている。成田の旧市街地の玄関口となっている。2015年春には、成田市が駅前に整備したマンション、商業施設などが入る再開発ビルが完成。JR 成田駅東口台に所市街地。 再開発事業は2016年3月にすべて完了した。2016年9月に京成成田駅西口とともに三道口という故障に統一されることが決まった。成田ニュータウンが広がっており、計画的に区画整理された地域が広がる。成田の新しい市街地の玄関口となっている。1974年から国鉄成田駅。 西口区画整理事業により造成工事が行われ、1986年4月6日に、現在の西口広場が完成し、開通式が行われ、駅からニュータウンへ大通りで結ばれた。駅西口広場は、地形の高低差を生かして、東口と結ぶ自由通路を4階の高さに、3階部分が、駅前ロータリーをまたぐ、空中回廊を形成し、1階のバス停、 タクシーターミナル、ロータリーの対岸へ、横断歩道を渡ることなく移動できるようになった。しかし、西口と東口を自転車利用者が行き来する場合には、駅から長い坂道の南回りで約2トル急勾配の北回りで約1トルと、遠回りせざるを得ない。整備されたバス停と、動線がわかりやすく、彩られた駅前。 広場東口、西口ともにロータリーがあり、そこに千葉交通、JR バス関東、成田空港交通の路線バスが乗り入れている。資金の形成成田駅停留所も利用可能。成田駅再開発事業に伴い2015年10月8日から以下の乗り場に変更となっている。成田線経由千葉業の急行先表示注釈、出店広報資料、 プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。